はい、逮捕ね。月曜日のお時間でございます。こちらの担当は私、ピロンピロン下里でございます。本日は過去に私がこのチャンネルでお話しした怖い話をまとめて3本お届けしたいと思います。時刻はちょうど朝の6時28分ぐらいです。それでは早速どうぞ。わかりました、行きましょう。僕の出番だ。いでよ、ピロンピロン絞った。はーね、多分怖い雰囲気を壊すのやめて。これは実体験の話で5年前ぐらいの話なんですけれども、はい、僕が後輩のお家に遊びに行った時に、後輩の家、後輩の部屋に、テレビがあって、そのテレビの前に一人用のソファーがあって、で、僕そこのソファーに、一人用のソファーに座ってテレビを見ていたわけですよ。で、そしたら後輩がちょっとご飯作ってきますねっつって、イヤホンつけて、音楽聴きながらご飯作りに行って、別の部屋行って、その時に僕が普通にテレビ見てたら、急になんかフッてなって、体がで、このウッってなった瞬間ぐらいに、もう僕はずっとテレビ見てるんですけど、ここの方から視界から女性が僕の顔を覗いてきたんですよ。もう僕は、これ目合わせたらダメだと思って、ずっとテレビを見てるふりしてて、この覗いてきた女性が、違うなみたいな、こいつ私のこと見えてないなみたいな、首かしげてて、あれみたいな感じで首かしげて、そのまんましばらく待ってスーっていなくなったんですよ。これもうやばいの今来たなと思って、僕もちょっとした後にも僕すぐ大きい声で後輩の名前呼んで、あーい、ちょっと来て、急いでこっち来てって、もう僕動けなかったんで怖くて。だけど後輩音楽聴いてるから僕の声聞こえないんですよ。でもなんかもう僕ちょっとだけ動いて、ドアバンバンバンとかってやって、どうにかして後輩を呼んで、後輩が僕の部屋来て、どうしたんですかみたいな、この部屋って幽霊出るって聞いたら、あ、いや出たこともないし、なんか感じたこともないですよって。そうなんだって、なんかあったんですかって。いや別に何もなかったんだけど、とりあえずなんかちょっと怖かったから聞いてみた。で、後輩驚かすのも嫌だったんで、で、またその翌日にその後輩のお家に行って、で、後輩の部屋に入って、僕が先に入ったんですけど、入ったらまためちゃくちゃ部屋に違和感感じて、そしたら部屋のこう隅の方に、ちょうどこの角の壁側にお札が貼ってて、と思って、こんなところにお札あったっけって僕も疑問に思って、後輩に、あのお札って前からあるやつって聞いたら、あれ、いや、お札とか部屋貼ってないんだよって。もしかしたらちょっと自分の母ちゃんがお札貼ったかもしれない、ちょっと聞いてきますって聞きに行って、で、戻ってきたら、なんか例の通り道になってるって言って、母親がお札貼ったみたいですって言われて、で、その時に初めてその後輩に、実は昨日こういうことがあってっていう話をしたら、もう急いで母親のとこ行って、もうこれで大丈夫なのか、お札ごときで大丈夫なのかっていう確認をして、で、そのからは、お札を貼ってからは、その僕がそこで霊体験をすることはなかったんですけど、だから母親はちゃんともうそれを察知して、すぐお札を貼ってくれて、僕はその幽霊の通り道になるタイミングにたまたま居合わせたっていう話です。ゾワゾワした。七面鳥みたいになってる。トリハンドシャッターでいいし。怖ー。例えば僕が眠ってて夢うつつの状態で、はい、今のが現実かどうかわからないっていうのは何回もあるんですけど、これはもう確実にもここに入ってきたんで、めっちゃ顔、俺の顔見てると思いながら、僕はもうバラエティ番組をずっと見てっていう、もう本当にこんな。いや見るもん絶対。ほんまはっ、えってなるはずよ、俺絶対。トイレ一人で行けないな。トイレ側が来てくれないと。いやいや、それはそれで怖いし。怖い話。これはですね、僕が、飲食関係の後輩から聞いた、実体験の話なんですけれども、
この後輩が学生時代にですね、まあ当時付き合っていた彼女と肝試しハマっていたらしくて、まあ心霊スポットを回ることにハマっていたらしくて、当時も彼女と遊ぶどうするか、心霊スポット行くかとなって、まだ学生なのでお金がない、タクシーで行くのはちょっと大変だということで、沖縄ですね、ちょっとこれもグレーゾーンというか違法な可能性はあるんですけど、軽貨物という人を乗せて運ぶ方々がいるんですよ、うん、まあ長距離を学生さんだったら500円とか1000円で連れて行きますよ、案内しますよみたいな、まあ民間でやってると言ったらいいんですかね、未だにいるかどうかは分からないんですけれども、まあ当時僕が若い時とかこの子が若い時とかはまだこの軽貨物でこう学生さんたちを運んでる方がいて、でその軽貨物を呼んでどこに行きますか、 VF までお願いしますと。でこの VF っていうのがもう今はもう取り壊されてないらしいんですけど、めちゃくちゃ沖縄で有名な心霊スポットになってて、でまあそこはもう結構この木とかも生い茂ってる状態で、サバイバルをやったりする人たちもいるぐらい、手前に一棟と、あと奥にも一棟あって、手前も結構やばいけど奥の方がやばい、でサバイバルやる方たちはまあ手前のちょっと安全というか幽霊があんまり出ないようなところでサバイバルごっこをしてるっていうようなもうところになってるんですけれども、もうこの敷地内全部この金網みたいなのでも囲われてて中に入れないようになっているんですが、これを彼女と一緒に飛び越えていくわけですよ。でそこを向かってる途中にですね、軽貨物に乗ってこの運転手さんに VF に行きますと伝えた時に、あ、そうなんだ、 OK 分かった、連れていくねってしばらく経ったら運転手さんがあのみかん食べるって渡してくれたらしいんですよ。で正直この僕の後輩男の子はいらねえ、だって今食べたら手も汚くなっちゃうしベトベトしちゃうしいらねえと思ったけど断れなくて、そのみかん受け取って、で今は食べずに後で食べようと思ってポケットに入れてたらしいです。で VF 着きました。 VF の中に入っていきます。わ、今から心霊スポット入っていくねと彼女に。でもさっきのみかんちょっと邪魔だなってなって、うん、ただ捨てるのも違う、よしこの入っていく前に食べて、もう木とかが生い茂ってるんで皮は捨てよう。でこのみかんを彼女と一緒に食べようとして、みかんこう剥くんじゃなくて割ったらしいです。こうやってバッて割ったら中から BB 弾がたくさんバラ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 って出てきたらしい。でびっくりしすぎて一瞬上見ちゃったって、この人は、うん、上から BB 弾が降ってきたのかなと思ったけど、みかんの中からもう BB 弾ボロ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 はーってなり、もうみかんを捨てて今日入るのやめようって言って帰ったらしいです。だからこのすごい不思議なのが、この軽貨物の運転手さんも BB 弾入れることできないじゃないですか。まあ、この後輩は未だにこれ夢なんじゃないかなって思うぐらい現実のお話と言ってましたね。ありえなさすぎてもう夢と思いたいぐらい話でございました。入れきれないもんね。そう、入れきれない、バラバラバラって出てくる。いや、無理やり突っ込むことはできるけど絶対汁飛んでくるし、うん、ボロボロボロでしょ。そう、ボロボロって出てきたらしい。で、穴開いてたら分かるし、一応怖い話でした。 BF は有名ですからね。昔あのうちのオリジンの事務所でも、VF に行って動画を撮るという企画がありましたね。怖い話。あの本当にライブでやるあの面白ビデオ対決みたいなやつをやった時の動画で、その当時の先輩が本当にチキン野郎なのかっていう検証をするを VF でやった。でその人がカメラ1個持ってナイトモードで自分の顔と正面映しながら入っていくんですけど、そこをメンバーが横切ったりとかするんですよ。待ってたそいつ何も怖くなかったのかなと思うし、でそれ未だにあのオリジンの YouTube チャンネルの動画に過去のやつに残ってるので、よかったら見てみてください。ちなみにその撮影僕も一応同行してます。映ってるかどうか分かんないですけど、僕が当時若い僕がね、
まだ21、22ぐらいの時の1年目の時ぐらいですよね。もしかしたらまだ髪の毛あるかもしれない。いや、あったと思いますよ。ストッパー当ててたの。ストッパーバカハゲを当時気にして隠すために前髪ストッパー当ててたんですよ。これが一番怖いやつ。まあ、僕の、まあ、知り合いの女の子がですね、まあ、これちょっと学校名は伏せてほしいんですけれども、中かな、はい、通ってる時の話で、その学校って今はもう取り壊された校舎なんですけど、この昔首吊り自殺があったって言われてる部屋があって、うん、でその部屋がどういう状態になってるかっていうと、もう生徒が入れないようにもう板がバンって張られてて、もう人が入れないようになってる部屋だったと。完全開かずの間だ。そう、開かずの間で微妙に隙間があってそこ見れると、そこから見ると未だに首吊りの女性の死体が 見えるよっていう霊感がある人、っていうような部屋になっていたらしくて、別校舎なんですけど、ある日この部活終わりにみんなでちょっともう夜もね、夜になって暗くなってきたから、みんなであっちの校舎行ってちょっと見てこようよってなって、で見に行ったと。そしたら、5、6名で見に行って、1人がこう、隙間から覗いたら、ああ、本当にいるっていう、本当にこの子にはもう首吊りの女性が見えた。ってなった瞬間にもうみんなびっくりして、あ、もうじゃあもう行こう行こう、怖い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 、行こう行こう、行こうって言ったけど、1人の女の子だけずっと、って動かないんですって。で、いえいえ、お願いお願い、もう怖がらせようとしないでと。もう今ただでさえ怖いんだから怖がらせようとしないでくれって言って、こう押そうとしたらもう全く動かないらしくて、人の力じゃ、待て待て、もう行こう行こう行こうって言って、引っ張っても引っ張っても全然動かないと。もうみんなで動かそうとしても全然動かなくて、もう俺が本当にもうやめてみたいな感じでバーってやってると、急にこの金縛りみたいなのがファッて溶けて、で外行って見たら、みんなはここから手引っ張ってるんですけど、ここの右手側にめちゃくちゃ掴まれた跡があったらしくて、だから行くなって言ってずっと引っ張られてたっていう。みんなここ引っ張って行こう行こう行こうってやってるのに、ここに手形がたくさんあったって。あ、たくさん？たくさん。だから1体だけではなくて何体かが掴んでたっていう。もう今その校舎も取り壊されてないらしいんですけど、けども壊せなかった理由もいろいろありすぎて壊せなかったっていう話はちょっと聞きました。というお話でございました。ちなみになんですが、はい、そのこの話を紹介してくれた子、まあ、この子が実際体験した話なんですけど、この子は今一人暮らししてて事故物件に住んでるんですよ。これ、まあ、調べたらすぐ出てきますよぐらいの感じで言われて、僕調べたんですけど、すぐ普通にがっつり出てくるんですよ、で一応なんか、まあ、ニュースの記事とちょっと内容違うんですよねみたいなのもあって、それが何かっつったら、男性が女性を殺したんだったかな。でその後に男性も3回だったから、そこから飛び降り自殺して、あ、後追いというか、そう、もう人殺して自分も死んだっていう状況で、この女の子はその事故物件に住んでて、なおかつ車止めてるところもその遺体のところらしいんですよ。その子はそういうの平気な子なんですか？平気な子なんです。恐ろしい。でこの家に来て、今までじゃあなんか心霊体験なかったのって聞いたら、別に特にはないんですけど、ただ私今までこの部屋に花を置きたいとかって思ったことがないと、でただこの家に来て初めて花ちょっとどっか置きたいなって思って、で、まあ、アロマとかも好きで、アロマとかもよく買っての部屋で火つけて眺めて匂い嗅いだりとかしてリラックスするみたいなあるらしくて、で、まあ、ある時もう花買いたくなって花買ってきて、で友達を呼んで友達連れてきた時に、あんた大丈夫って、え、何が、え、だってあんたこれ花置いてアロマ置いてるけど、この位置完全に仏壇と一緒だよって。もうアロマ置いて花置いて仏壇の形になってたっていう。だからそれだけが無意識にやってしまってたことなんで、もしかしたら、まあ、こんなが供養してほしいっていう力でそうやって花を置きたいってなったんじゃないかな。
信じてもいいし信じなくてもいいさ。ああオリジナルでやっていこうとしてるから完全にパクリだけどという話ですね。ということで3本見ていただきました、ありがとうございました。まあ基本的にはですね、怖い話のチャンネルではなく愉快なチャンネルとなっております。まだこのチャンネルの方向性というのがですね、どうなっていくかが分かりません。そのためいろんなことを発信していきたいなと思っておりますので、他の動画もですねぜひぜひご視聴いただきまして、チャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると非常に嬉しいです。さて最後にですね、次回撮影をして放送してほしい動画というのをですね、皆様に決めていただきたいなと思っております。心霊スポットではないのに幽霊見たことある場所、行ってみたシリーズ、こちらをですね3本提案いたしますので、コメント欄で何番が見たいかというのを書いていただけたらですね、そちらを優先して撮影して編集して放送したいと思います。こちらご希望をですねコメント欄に書いていただけたら、現場に行って撮影編集放送いたしますので、よろしくお願いいたします。 I'm not afraid.